はあ、ごめんね。こういう時に投げ渡すっていう。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。じゃあ早速マンション行ってみよう。お、なんかめっちゃゲームしようんやけど。これって、ともこれのゲームなんかな。くそ、近づきたい。シューティングゲームっぽい音しよるね。ほい、ライチちゃん入るよー。ノリノリや。ライチたちに興味なくなったんですか？アユナのそっくりさん。なぜ？そんなことはないよ。あの、食パンには何もつけますか？食パンにはマーガリンだよ。マヨネーズをつけてた頃もあったな。なんかね、前までは、食パンに、ポテトサラダを塗って、トースターで焼いても美味しいよ。まだ夏休み。いいやろ。ほい、それじゃあお腹空いとるやろうけん、牛丼。ほい、どうぞ。美味しい？まあまあ美味しかったようです。よかったよかった。お礼にこれもあげます。ん？なになに？実用品、毛染めスプレーをもらいました。ありがとう。ほい、それじゃあ、レン君入るよ。どうもどうも。落ち着こう。どうしたどうした？落ち着いて仲直りして。じゃあこのイライラを沈めてください。じゃあ美味しいものを。チョコレートパフェ、どうだろう。これ好き嫌いががっつり分かれるけど。いただきます。ほいほい、どう？おお、あんまり美味しくなかった。マジか。ということは、トムヤくんの方に行って。よし。トムヤくん入るよ。トムヤくんのご機嫌を取ろう。どうも。どうもどうも。喧嘩喧嘩しました。腹が立ちます。落ち着いて落ち着いて。仲直りしてよ。このイライラを沈めてください。じゃあここは確実にお風呂セットで行こう。22個もあるやん。どんだけ。いってらっしゃい。この歌みんなよく歌いよるよね。ん？この歌は何？前作のやつやったっけ？さっぱりしました。お、よかったよかった。自分が落ち着きました。仲直りしてこようと思います。いってらっしゃい。さあ、仲直りできるかな。なんか頭上をあんなさ、飛行機がブン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 飛び回りよったら落ち着かんねえけど、私。この間はごめんなさい。こちらこそごめんなさい。よかったよかった。仲直り。うまくいきました。ありがとうございます。仲直りできました。いえいえ、もう喧嘩しないように。ね。お礼にこれもあげます。なになに？実用品、風邪薬をもらいました。ありがとう。はい、それじゃあ、姉ちゃん入るよ。食べられません。おう。夢の中で何かを食べさせられているのね。はっ。おはよう。そうだよ。忘れないで。ガールと友達になりたいです。おお。いいやんいいやん、紹介するよ。どんな話をすれば仲良くなれそうですか？ね。面白い話。アドバイスありがとうございます。まあでも面白い話って言ってもね、面白いの基準みんな違うけんよくわからんけど。私は基本的に笑いのツボは浅い。だいぶ浅い。
そこで笑うかみたいなとこで笑うしね。なんか一人だけ笑いよるときって気まずくない？でも笑いが止まらんのよね。お、友達になった。うまくいきました。ありがとうございます。おかげで友達になれました。いえいえ、よかったよかった。お礼にこれをあげます。ん？なになに？実用品、万華鏡をもらいました。ひよりちゃん入るよ。どうもどうも。あずなのそっくりさん、とっても久しぶりですね。お久しぶり？てか多分これね、映しよる DS がさ、3DS が変わったけんなんやと思うんやけど。手伝うよ。ほい、羽で鼻のあたりをこすってくしゃみを出してあげましょう。出すよ。なんかね、映しよる 3DS の本体をちょっと変えたけんね、そういうことになっているのだと思う。だってみんな結構出てるもん。あ、くしゃみに集中しなければ。なんか微妙な気分です。ねえ、私も微妙な気分。あのテーブルって雨かな。いや、まあ基本的に人ってそういう感じやと思うよね。何言われても平気ですとか、そんな、なんか鉄の心臓の人はね、そんなにおらん気がする。ほい、いただきます。まあ、あんまり表には出さんかもしれんけどね。まあまあ美味しかったようです。すごいね、ほんと、もうなんか部屋中のものがお菓子なんや。椅子とかマカロンやったよ。ミーニュース、お願いします。家庭菜園がブーム。ほらほら、平和なニュースよ。ちょっと変わった光景。もうこれなんかさ、パッと見おしゃれじゃない？ただあの土はどうやってあそこまで固めとるんかが。てか、あんだけ固めとったらさ、なんか野菜に影響してきそうじゃない？も楽しみに見てまするの。俺ならもっとすごいことができますの。もっとすごいことってなんやろ、はい、気になる。文字のミーニュース、大事なお伝えしました。ありがとう。ほい、それじゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。カニ動いてますけど本物？家の中に。はい、ということで今回もやっていこうと思います。じゃあ早速マンション行ってみよう。ほい、じゃあまずななみちゃん入るよ。どうもどうも。ね、ななみちゃんに生えとるのって耳？もう忘れられたのかと思ってました。なわけないよ、大丈夫だよ。リンと友達になりたいです。お、リンさん、いいねいいね、紹介するよ。どんな話もすれば仲良くなれそうですか？ね、真面目な話、世間話かな。アドバイスありがとうございます。では、ちょっとお話ししてきます。ほいほい、いってらっしゃい。なんかね、3DS の本体を変えたから、しばらくの間は、忘れられてたかと思ってました、みたいな感じのことをね、言う人が結構おると思う。お！お友達になれた。うまくいきました。ありがとうございます。おかげで友達になれました。いえいえ、よかったよ。お腹は結構いっぱいなんよね、ななみちゃん。お、なになに？実用品、風邪薬をもらいました。ありがとう。アジナのそっくりさんにはシナリオなら感謝してるんですの。おー、そんなそんな、何もしてないけどね、私。ほい、それじゃあちょっとなんか部屋がね、だいぶシンプルやけん、なんかインテリア渡そうかな。何がいいかな。ウェディング、英国庭園、お花見、軽音、氷、スイーツ、スチームパンク、中世ヨーロッパ。なんかとりあえず結構見たことあるのが多いんよね。トロピカルビーチ、秘密基地、ファー、ベルサイユ、ムーディー、ライブハウス、ロッカールーム、
あれはね、ちょっとなんか、トロピカルビーチスタイル、焼けた肌に潮風が心地いい、トロピカルドリンクを飲みながら命の洗濯。いいね、いいね。はい。命の洗濯ってなんか久々に聞いた気がする。綺麗やろ？あ、なんか実際に水があるみたいな感じやねん。見てく見てく。ほら、波とかあるやん。すげえ。え、めっちゃいいやん。え、カニ動いてますけど、本物？家の中に。たまにはなんかさ、こういうね、元から部屋の中にあるもの？なんか、こう、渡した商品、アイテムとかじゃなくって、もともと部屋の中にあるものとかもなんか使ってほしいよね。こういうとこに寝そべっとるとことか見てみたいんやけど。いえいえ。よかったよかった。気に入ってもらえたみたいで。大事にします。大事にして大事にして。あやちゃん。あやちゃん入るよ。すごい、なんか立って歩きながら勉強しよる人ってめっちゃ頭良さそうに見えるよね。おはようございます。受験生とかにおりそうやん。お腹の中。お腹空いてますってことね。ほら、だって満腹度ゼロやもん。まあ、だからといって、ノートに行くことはないんですけどね。いや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 、お腹空いたよね。ちゃんと食べ物あげるよ。ん？なになに？おー、実用品旅行券をもらいました。ありがとう。その旅行券使って美味しいもの食べに行けばいいのに。ちょっと見えづらいな。最近、目が悪くなってきたかも。大丈夫？メガネの度数が合ってないとかじゃない？なんか逆にさ、メガネとかかけ出したら、なんかピントの合わせ方がわからんなって、余計視力が落ちるみたいなの聞いたことある。まあでも、あれよね。メガネとか何にもかけずに目を細めよるのも目には悪いんやけどさ。まあまあ美味しかったようです。せっかくだから遊びませんか？お、いいね。遊ぼう遊ぼう。お、トランプババ抜きです。交代で相手のカードを引いてペアが揃ったら勝ちです。じゃあ、どっちも同じ顔しやがる。こっちを引いてこっち。はい。よっしゃ。騙されやすいね。こっち。はい、どうぞ。どう？あ、おお、よかった。今度は逆行かれるかなと思ったけど。こっち。はい。イエーイ。結構繰り返したね。結構。おめでとうございます。ありがとう。一つだけあげます。どれか選んでください。じゃあ、中くらい。お宝、スノードームをもらいました。ありがとう。ゆいちゃん、入るよ。なんかめっちゃぼーっとしとるけど。大丈夫？私の日に興味なくなったんですか？アユナのそっくりさん。そんなことないよ。お腹が空きました。お、お腹空いた。何がいいかな。じゃあ、ウニ。ほい。いただきます。ポテチのウニ醤油味とか美味しいよね。え、そんなんあったよね。気のせいかな。気のせいじゃないよね。まあまあ美味しかったようです。あと、ホタテとかさ、ホタテ醤油とか。アユナのそっくりさんが、今、夏休みなんですか？まだ夏休み。まだまだ夏休み。イエーイって感じ。あ、そういえば、ゆいちゃんも結構、ね、部屋がシンプルなまんまやけん。何かしら、何がいいかな？ウェディングスタイル。英国庭園スタイル、お花見。軽音、氷、スイーツ、スチームパンク。何がいいだろう。中世ヨーロッパ。ムーディー。ロッカールームってまだ一回もないよね。収納が豊富でシャワーも完備。住みやすい部屋のはずが、ちょっと汗臭い。ちょっと汗臭いのはちょっと我慢してくれるかな。おー、すげえ。おー、なかなかいい部屋。よかったよかった。ユニークな部屋ですねってちょっと言われるかと思ったけど。見てく見てく。あ、すげえなんか、いろいろ飾られとる。へえ、誰の写真やろ。そうそう、ほら、いつでもシャワーが浴びられるよ、その辺で。座るところもちゃんと、お、ロッカールームも、ロッカールームもっていうか、ロッカーも。制服とか入っとるけど、まあ、お気にせずに。確かに収納はいっぱい。
ですね。いやでもいっぱい、リラックスできそう？よかったよかった。いっぱいって言っても、まあ細長いロッカーやけどね。大事にします。大事にしてね。なんかすごい個性的な部屋いっぱいあるよね。面白いよね。何種類ぐらいあるんやろ。おお、テンション上がったんかな。遊ぼう遊ぼう。食べ物お宝ダブルシルエットクイズ。重なった2つのシルエットはそれぞれ何のアイテムなのか。3つの選択肢から2つ選びましょう。全問正解できるかな？スタート。シルエットクイズ、第1問。第1問、ててん。これは何と何でしょう？え？え？何と何？ああ、そういうことね。そういうことね。ね。え？ミックスジュースとガム。ガムとミックスジュースでした。いやね、どういうことかと思って一瞬ゲーム&ウォッチって1個しか2つあるやつないやんと思ってしまった。答え方を忘れる。第2問、ててん。1個にしか見えませんけども、とりあえずじゃあリゾットとピーマン。コップやったら多分上に長く出るはずなんだ。そう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 。シルエットクイーン、最終問題。最終問題、ててん。これは何と何でしょう？あ、ブルーチーズとカレーパンかな。なんか丸っこいよね。一瞬ショートケーキかと思ったよ。ブルーチーズって美味しいんかな。めっちゃ癖あるって聞くけど、食べたことないんよね。気になるよね。要は青カビってことやろ、あれ。違うんかな。ほいほい。基本的にチーズは好きな方なんやけどね。じゃあ一番でかいの。お宝おまるをもらいました。ありがとう。ミニニュース見てこう。お願いします。ちょっと変わったお風呂。バナナのお風呂、何それ。キング何考案してるの。真似をしないでくださいってなってるし。真偽の方は定かではありません。てかこれコップの中じゃね。急須みたいなもんで継がれよるけど。好きやけどさ。これは何、時代の最先端なのかな。まあ、でもバナナ、美容効果、健康効果はまああるんよね。朝バナナダイエットとかあったし。ほい、ということで、今回はこの辺で終わりたいと思います。いや、お尻をかきながら燃えている。ほい、ということで、今回も、お、なんだ？おー、アスムー。めっちゃハッピーな格好しとるね。お、やった、やっと。もう男の子、女の子、両方ね、生まれたけん、どっちも嬉しいで。男の子でした。おお、男の子。イメージ通りでしたか。めっちゃパッチリしたお目目やね。ユニポンちゃんにやね。イメージ通り。どんな子に育ってほしいですか。ね、それはもう自然に任せてしまおう。二人で名前は。あ、でもお父さんには似い方がいいかもよ。私のユニと夫のアズナから取ってユナにしようと思います。アスムの名前、私の名前と混じってつけとるやん。間違えとる。え、いいねいいね。ユナ、ほぼ私みたいな名前になったけど。見守ってやってください。見守りよ。アスムとユニポンの間にユナが生まれました。やったね。おお、またお呼び出しが。またしばらく忙しいぞ。ほいほい、子守かな。あー、もうめっちゃ泣きよる。ほいほいほい、ユナの子守を引き受けますか。ほい、ありがとうございます。もうなんか名前が近いけん、私の分身みたいな感じやもんね。アイナのそっくりさんだよ。ねえ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 、ほらほらほら、泣きやんで泣きやんで、泣きやんで、ほら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 。お、今ちょっと一瞬キラーンって一瞬キラーンって、泣きやんで。ああ、これは諦めます。そろそろミルクの時間ですね。早くあげろよ。
ごめんね、ご期待に添えず。ありがとうございました。頑張って子育て。難しいね、子育てって。実用品、モビールをもらいました。ありがとう。モビールってさ、いつも思うけど、発音の仕方がわからんないけど、モビール?モビール?わからん。ほい、それじゃあ、ねえ、なっちゃん燃えてるよ。なんかすげえ怒ってる。怖い怖い怖い。キングも。どうした?何?よっぽどのことがあったの?いや、お尻をかきながら燃えている。待って。怒りが半端ない。怖い怖い。キング入るよ。ちょっと鎮火してね。大丈夫?何?もう音楽が違うんだけど。いつもと違うんだけど。大喧嘩しました。何が原因になったらそんなことになるの?仲直りして。今はどうしようもなさそうです。そっとしておきましょう。そんなことがあるの?大喧嘩だって理由すら教えてくれないんだけど。私は悪くないので、絶対謝りません。悪くないって言い張るし。そっとしておくしかないの、これ。ね、何かを与えても無駄?なんか甘いものとか食べようよ。かき氷でちょっと冷やしてみたらどうかな。いただきます。うん。なんか熱で溶けそうなんだけど、今にも。どう?まあまあ美味しかった。この状況でまあまあは全然ダメだ。ちょ、なっちゃんとこ行こう。なんかすごい戦いの音楽みたいなの。普通に座ってても燃えてるわ。火事じゃない?なっちゃーん。ねえ、なっちゃんも?うわー。抑えて。どうしたのよ?何が起こったのよ?仲直りして。うわー、お互いに引かない。お互いに引かないよ。こんな時に超大好物とかが分かっとったらね。なんかどうにかできるかもしれんねえけど。どうしよう、何がいい?ポテチとかじゃダメよね。洋梨、ヨーグルト、マフィン。ホットケーキでちょっと機嫌とか治りませんかね。どうぞ。どう?ああ、まあまあだ。まあまあだ。あれかな。ちょっとさ、お風呂とかでさっぱりしない？ほらほら、ちょっとお風呂入ってきなよ。ね、落ち着いて。よかった、お風呂でまで燃えてたらどうしようかと思ったけど、そこは平気なんやね。さ、これでさっぱりしましたとか。うおー、してない。さっぱりしてないよ。いや。燃えてる。何もさっぱりしてない。こういうことも起こるもんなんだな、うわぁ。そっとしておこう。そっとしておくしかないらしい。朝一開催中。おいしいプロテインだよ。プロテインじゃないか。いいね、ムキムキよ。レイさん。一流シェフ。結構高いね。でも確かにプロテインってね、高いよね。ほい、買う。もう缶に描かれとる絵もムキムキやったやん。そして浜辺には?おう、黄昏れている。なんかよくこうやって海見よる人おるけど。何を思いよんやろうね。なんかマーメイドの服着とるし、そのまま泳いでどこかへ行ってしまいそうな。ほい、それじゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。そんな現実逃避しちゃいかんよ。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。じゃあ、今回も早速マンション行ってみよう。ほい、おー、ヨシハルくん怒りよる。入るよ。まあ、でも、
なっちゃんたちみたいな感じじゃないで気まだいいかな。どうしたどうした、何があったの。ライチと喧嘩しました。ライチちゃん、それはそれは仲直りしてよ。このイライラを沈めてください。美味しいものを食べればきっと収まるはず。チョコレートパフェ。ほい。いただきます。これは好き嫌いが相当分かれるみたいだから。ドキドキするけど。お、結構美味しかった。よかったよかった。気分が落ち着きました。仲直りしてこようと思います。ほい、いってらっしゃい。さあ、仲直りできますように。許してあげてね、ライチちゃん。この間はごめんなさい。どうだ？許しません。ああ、なんか最近許しません多くないみんな。ギスギスしないで。大丈夫、大丈夫。うまくいきませんでした。そんなこともあるさ。時間が解決してくれるよ。人生、そううまくいかないものですね。まあほら、常に順風満帆っていうことはないよ。うんうん。あれ、なぜ服になったんだ。まあとりあえずあれだね。お風呂セット、オルゴール、オルゴールかな。はい。ちょっと聞いてみてもいいですか。うんうん。それで、多少は慰められるんじゃないかな、心が。いいね、オルゴール聞いてこんな表情したことがないんだけど。ね、ああ、いい歌やな、いい曲やな、とは思うけど。うんうん。なってる、穏やかな気持ち。なんかめっちゃ落ち込んどるようにしか見えんけど。ほい、それじゃあ、ゆうくん入るよ。どうしたの、窓の外眺めて。オラたちに興味なくなったんですか？はずなのそっくりさん。そんなことは全くないよ。新しい服が欲しいです。新しい服。できればカジュアルなのがいいんですが。カジュアル系が好きなんやね。カジュアルな服。漢字 T シャツ。漢字 T シャツだいぶカジュアルじゃない？ほら、後ろとかさ、任天って書いとんよ。はい、どうぞ。どう？でもだいぶなんかちょっとテイスト変わるかな。あ、でも全然いける。ね。すごく気に入ったようです。おー、よかったよかった。レベルアップ。ほい、それじゃあ、道具で。道具っていうか、歌がいいかな。歌で、ラップ。なんとなく見た目。なんかラップ歌う人ってこういう帽子かぶっとるイメージ。勝手なイメージやけど。じゃあ、これで。さあ、歌ってもらおうかな。音楽堂。お願いします。さあさあどうなる。もういいねいいね、ゆかちゃん。これ今絶頂絶望症、みんな最高さん必然。ゆかちゃんはダンス担当になるの。いつも感謝。ほらマイクも持ってないやんね。あ、じゃあこれって人数増えてきたら、二人がこういう風に歌担当になって、あとのメンバーダンス、で、まあ、キングみたいな DJ の立場の人がおるって感じなんかな。なるほどね。なんか曲によっていろいろあるんやな。夜市、怪しげな福袋を販売中。ぜひぜひ、買うよ。むーちゃん見てあげて。福袋買います。毎度あり。はいはい。そして気になる中身、一つ目の中身は帽子、ハンニャのお面が入っていました。これはまたものすごくパンチの効いた。二つ目の中身はお宝、プラスチックのトロフィーが入っていました。プラスチックなんやこれ、金とかじゃないんやね、おもちゃってこと。三つ目の中身はお宝、王将が入っていました。また来てね。王将って私が前ゲットできんかったやつかな。ほい、それじゃあミーニュース見てこう。こんばんは。シシピのミーニュースをお伝えします。
お願いします。宇宙実験が失敗、失敗。宇宙ですき焼き。マジか、人は無事？リカちゃん宇宙飛行士やったんやね。そこ？お腹すきすぎたんやね。いや、ごたごたしてたんだよ。忙しかったんだよ。はい。しじみのみニュースがお伝えしました。ありがとう。ほい、それじゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。これでも飲んで、すやっと寝てなさい。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。じゃあ早速、マンション見てこう。ほい、それじゃあ、のんかちゃん入るよ。寝てる。でも、うたた寝ぐらいかな。お、は。超久しぶりです。お久しぶりー。そして、おはよう。新しい服が欲しいです。お、新しい服。この家にあったような服あったかな。色無地、カウガール、カシュクール。どうやろう。着物系も豪華っちゃ豪華なんやけど。じゃあちょっとこっち。まさかのウェディングドレス。お姫様。お姫様やったら、アイバミちゃんとか着とったよね。近未来。腰身のはちょっとね。こんな感じ。じゃあちょっとお姫様を渡そうか。ほい、それじゃあお姫様セット。これをあげる。ほい、どうぞ。今、青系やけど、ちょっとね、ピンク系に。どうよ。すごく気に入ったようです。よかった、よかった。これは？ティアラもセット？ほい、じゃあ道具で。携帯電話。どうぞ、どうぞ。道具、携帯電話をプレゼントしました。なんかこういう感じの人らって逆に携帯持ってなさそうな感じするけどね。実用品、風邪薬をもらいました。なんか携帯をいじってそうな感じせんよね。ん？なになに？ニュース速報。もしかして悩み事を解決した数が。なにそれ？お金がかかる人ランキング。嫌じゃん、そんなランキング。え、くーちゃん？そうなの？え、金額とかちゃんとあるんや。え、でもいくらでもあげれるさ、何？家具っていうか、雑貨？携帯とか、そういうのは値段ついてないよね。ありがとう。いろんなランキングがあるんだな。ココちゃん、入るよ。めっちゃ体鍛えよりやん。どうしたどうした？ココたちに興味なくなったんですか？アジュナのそっくりさん。めっちゃあるよ、興味。ココとは仲がいい友達だと思っているのですが、ハットくん。どう思いますか？いいやん。相性バッチリ。そうですか。もっと仲良くなれるということですね。これからもっともっと仲良くなっていって、みんなと。最近、人生の意味が分かってきた気がします。マジで？私まだ分からんねえけど、ちょっとココちゃんに教えていただきたいわ。ほい、それじゃあニシンで服でも作ってもらおうかな。おしゃれに作ってみせましょう。お願い。どういう系統？周りの視線が変わっちゃう。変な意味ではなくて。あ、かわいい系、やったね。できた？ハードな着心地、ジャンパースカート。お、いいやん、いいやん。ジャンパースカート今まで持ってなかったよね。ハードな着心地？それってなんか結構硬い生地とかかな？我ながら素敵な服ができました。ふんふん。
ありがとう。誰かにプレゼントしてあげよう、今度。ね。ほい、じゃあ道具で、何がいいかな。猫も犬もおらんのか。じゃあ犬レンタル券で。返してもらうのは、ギターで。ほい。道具、犬レンタル券をプレゼントしました。みーちゃん入るよ。どうもどうも。ぼーっとしてるけど大丈夫？アユナのそっくりさん、こんばんは。こんばんは。おくしゃみが出そうで出ません。お、それは私が協力してあげるよ。くしゃみ。羽で鼻のあたりをこすってくしゃみを出してあげましょう。はい、出してあげましょう。この辺。あ、おっしゃー、ストレート。よかったよかった。もうそろそろね、ちょっと肌寒くなってきたけん。朝とか夜がね、気をつけとかんと。ありがとうございました。いえいえ。すっきりしたならよかったよ。お礼にこれもあげます。なになに？実用品、胃腸薬をもらいました。ありがとう。いろんな島から旅人がやってきますね。ねえ。こいつか、旅に出たいな。そんなみんな旅立って行かれたら私が寂しくなるんですけど。ほい、それじゃあ。いくらでもどうぞ。いただきます。ほいほい。どう？お、結構美味しかったようです。よかったよかった。もうちょっとでレベル上がるね。夜市、怪しげな福袋を買いに行こう。お客さん、みんなで。さあ、今日はどうかな？めっちゃ早足で過ぎてった。いらっしゃい。私はちゃんと買うよ。バイトあり。ほい、それじゃあ。服かインテリアが出ることを願って。一つ目の中身は？食べ物、ぶどうが入っていました。ニューヤ、やったね。やっぱりリアルだな。二つ目の中身は？お、帽子、ゴーグルが入っていました。これは？海とかに使うやつ？スキーとかでも買うかな。三つ目の中身は？おー！インテリア、ストリートスタイルが入っていました。え、いいやん、めっちゃいいやん。かっこいい。ほい。ということで、今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければ、チャンネル登録、グッドボタン、Twitter フォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。